エコールド・パリは、パリ派の意味で、20世紀前半、各地から、パリのモンマルトルやモンパルナスに集まり、ボヘミアン的な生活をしていた画家たちを指す。厳密な定義ではないが、1920年代を中心に、パリで活動し、出身国も画風も様々な画家たちの総称。1928年、パリのある画廊で開催された、エコールド・パリ展が語源だと言われる。 印象派のようにグループ展を開いたり、キュビスムのようにある芸術理論を掲げて制作したわけではなく、パリ派とは言っても、一般に言う、流派、画派ではない。競技のエコールド・パリは、パリのセーヌ川左岸のモンパルナスに作られた、共同アトリエ、ラ・リューシュに集った画家たちを指す。一方、セーヌ川右岸のモンマルトルには、ピカソが住んでいた、バトー・ラボアールがあり、キュビスムの画家が多かった。 競技のエコールド・パリは、キュビスムなどの理論に収まらない画家たちのことだが、講義のエコールド・パリは、キュビストも含めてこの時代のパリで活躍した、外国人画家すべてを指す。外国人画家の中でも、モディリアーニ、シャガール、スーティン、パスキン、キスリングなど、国籍は違えども、ユダヤ系の画家が多い点も指摘され、エコールド・ジュイフと呼ばれることもある。また、それぞれの作風は、 個性的であったが、モディリアーニをはじめ、後の世代の画家たちへの影響は大きい。アンドレバルのチョ、レベルソデラジュンヌペインツレドローイングは、モディリアーニ映画 OVA ドキュメンタリー、映像作品小説ノンフィクション、エッセイ。ありがとうございます。